さゆちゃん、はい、横越公園にやってまいりました。そうですね、うん、横越公園いい天気で、うん、これはね本当公園日和と言っても過言じゃないんじゃないでしょうかね。はい、そう、子供たちも、ね、いっぱい遊んでますから、とてもポテンシャルの高い公園ですかね。今日何ですかこれは。なんで今日公園なんですか。今日はちょっと近々ちょっと遊園地でロケをすることになってまして、はい、ジェットコースターとかいろいろ乗ったりするわけじゃないですか。はい、でジェットコースター乗った時のやっぱ撮影の手法ってなかなか難しいんで、もうちょっといろいろ調べて、まあ、テレビとかで使われてるようなねちょっと撮影機材を自分でちょっと作ってみたんですよ。おお、すごい。あのほらヘルメットにカメラついてるみたいな、はい、ああこうねかぶって GoPro ついて自分自撮りするみたいなやつ作ったんで、はい、今日はそれのちょっと試運転です。え試し撮りをしたいなと思ってこの公園にやってまいりました。あ、そうなんですね。試し撮り会。試し撮り会、うん、でせっかく試し撮りするんだったら動画にしようと思って一応ちゃんと回してます。この横越公園にはロング滑り台がありますので、せっかくなのでちょっとそのロング滑り台で、はい、ちょっとそれを試してみようかなと、まあ、その新作を新作機材を試してみようかなと思ってますので、はい、ただめちゃくちゃ今日はね子供たちがいっぱいいてちょっとなるべくね、邪魔にならないように滑り台が開いた瞬間を ね、しっかり狙ってやりたいと思ってますので、こっそりとこっそりと。さゆちゃん、はい、ということで装着完了でございます。はい、どうこれ。いや結構きついっす。結構きつい。いや調整できるから調整して肉が、うん、肉がねもう肉が、うん、これをねちょっと遊園地で使いたいなと思ってるんで、はい、分かりました。この後ろにそびえてるこのロング滑り台がねちょっとそれで滑ってもらっていいですか。さあじゃあ、はい、ちょっと僕下の方から撮るんで、はい、じゃあそこスタンバってもらっていいですか。今ちょうど人いないんで、はい、じゃあはいお願いします。いきます。はい、おー、あー気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいい。これよいしょ。おー、あー気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいい。これよいしょ。おー、あー気持ちいい。あ、めっちゃ気持ちいい。これよいしょ。はい気持ちよかった。いや、すごい爽やかな風を感じました。あ、本当に、はい、よかった。ちゃんといい絵が撮れてることを想定しながら、うん、はい、ね、はい、まあ、ちょっと後ろの遊具がちょうど人がいないんで、はい、ちょっとやりますか。いや、やってみます。はい、一旦下から撮って、まずじゃあこの滑り台行く。この赤いの頭気をつけてね。はい、はい、はい、あ、これ急かも。うわうわほい短い短いよ数秒で。じゃあちょっと、はい、ブランコ今空いてるんで、ブランコ、はい、行きますか。うん、どうすか。いや、どうすかって。いや、それこっちのセリフです。どうすか。どうすか。あ、でもこの頭の上のカメラがどうなってるか気になりますね。そうだね。なんかすごい綺麗な空が撮れてそうな感じはするけど。確かにね。ちょっと酔ってきたちょっとじゃあもうやめましょう、降りましょう、はい、平日の公園だから本当はガラガラだと思ってたのよ。はい、でまさかのね、こんだけのにぎわいを、平日の昼間にこれだけのにぎわいが ね、あると思うので、ちょっと思ったような撮影もできないんで、はい、ふーちゃん、ちょっと別の場所行って、より分かりやすいものにちょっと乗ろうかなと。いいっすね。なので、ちょっと移動しましょうか。はい、はい、はい、はい。ということで、ふーちゃん、はい、続いての場所にやってまいりました。続いては、ツバメ交通公園でございます。ということは、今後ろに見えてますけど、はい、ゴーカート。ゴーカートに乗って、はい、これをちょっと試してみようかなと思いまして、これまさにでもゴーカートはこれ必要でしょ。普通に考えて、そうっすね、隣でね撮ったりできないし。あ、そっか。だからこれはかなりあれじゃないですか、遊園地でジェットコースターに乗るこう横練習というか。あ、かなり実演に近い感じですね。実演に近い感じになるじゃないですか、ね。うんうん。ゆうちゃん、はい、
楽しんできて。はい、じゃあ行ってきます。行ってらっしゃい。行った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 。もうもうもう、あ、もう普通に車だ。いや、結構これ結構地面の振動直に来るな。おお、ちょっと怖い。これしかもバックとか多分できないから怖いな。なんかコース外れないか心配だな。自然がいっぱいだ。 怖い。ブレーキブレーキ。揺れるあ、すごい、ちゃんと徐行とか書いてあるんだ。あー、カラス。てかまだまだまだあるじゃん。なにこれ、これ一人乗り100円で楽しめるんだ、すごい。あ、景色が綺麗。わあ、いいっすねこれ。あー、すげえ風が気持ちいいです。わあ、楽しい。普通にこれ一人で来て遊びたい。わあ、最後のトンネルだ。わーい、ゴールだ。はーい、来た来た来た。おお、はーい、ありがとうございます。来たね。あ、ベルト。あ、どう。いや、楽しかった。楽しかった。はい、まあ、ちょっとね、どんな絵が撮れてるのか確かにちょっとわかんないですけど、ということで、はい、ふーちゃん、はい、以上です。以上本日の動画、以上です。終わりっすか終わりだねなんかやる、なんかやったことある。あ、ちょっと、まあ、お腹が空きましたなんか空いた。ツバメで結構有名なクレープ屋さんあって、ほうほうほう、そことか、いずれ行ってみたいなと思ってたんですけどえ、それいずれってのか、プライベートじゃなくて、まあ、なんかちょうどツバメに今いるんで、はい、食べたいなって。こうやって付き合ってもらったんで、じゃ あいいっすよ、ご褒美に。 やったー撮ります、とりあえず。あ、ちょっと、はい、ちょっと顔もねさ、ということで着きました、うち。はい、行きますよ、こちら、ドン、出ました、クレープショップフランボワーズ。すごい有名な、ね、お店らしいですね。なんかちょっと来る途中いろいろ調べたら、この辺では結構、いや、めちゃくちゃ有名です。知ってるんですということで、はい、さっさと買ってきてもらっていいですか冷たわ、まあ、目的を果たしてるんで、じゃあもう好きなの買ってきてください。お、いいですか。じゃあもうこれ、はい、 ありがとうございます。じゃあこれで1000円超えないよね多分。はい、大丈夫じゃない。じゃあこの1000円でなるべく、高いやつ買ってくださ全部使おうとしてんの全部使わなくていいからね、無理やり。お、来た来ましたね。買ってきました。おお、いちごとゴールデンキウイの今一押しの商品だそうです。すごい綺麗ですよね。うん、食べたい食べたいっす。ジョイちゃん、はい、はい、ええ、いやいや、でも今日テストだから、今日これの日だから、これの日だから今日さあ、ということで、うっちゃん、はい、食べますか、クレープね、美味しいクレープはい、食べましょうかね、ふーちゃん。臨場感がやっぱりふーちゃんのダイナミックなね食リポシーンを、はい、このほら、ね、このカメラで撮れるっていうのを私一回ね試しとかないと、今後もしかしたら、はい、食リポ毎回これつけることになるんじゃないかな。綺麗に、いや、すごいお花みたいだった、盛られててね。いただきます。甘くて美味しい。なんかアクロバティックなことこれからするのかなっていう雰囲気。ちょっとでも美味しいですよ。美味しい。うん。美味しい。うんうん。あ、いちごも甘くて美味しいっす。いちごも美味しいか。うん、そろそろガブリと、はい、行っちゃっていいんじゃない？ガブリ食リポアスリート。いいっすか、ガブリ。うん、いいよ。これつけてるから。食リポアスリート行っちゃって。じゃあ行きますね。はいはい。あ、これは迫力、迫力満点の今絵が。うん、すごい。最高。うん、行ったね。でかい人。やっぱツバメ来たらここ行くべきだよね。あ、ここ。なんか、
という間に、うん、消えた、ああ消えたマジック。いや、これが食レポアスリートっすねじゃあいいですか、もう、あ、はい、閉めていいですか、はい、え、そのままで大丈夫ですか、これね、それでちょっと顔がね若干ちょっと斜めになりましょうかねこうしたら一応ちょっと舐めて、はい、目だけこっちください、はい、ということでここまで見ていただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もお願いします。お願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。これつけて食リポした人初じゃないですか、この映像業界初じゃない映像業界これで食リポ初の試みしちゃった